優れた作品に贈られます。今回は13作品が選出されております。優秀賞13作品の中から本日この場で大賞が発表されることになっております。それでは優秀賞受賞作品作品名をお呼びいたします。どうぞ代表者の方は順次ステージまでお越しください。最初の作品は Wii スポーツ任天堂株式会社。難しい操作は一切不要。 Wii リモコンを軽くスイングするだけで自宅のリモコンは競技場に早変わり。テニスをはじめ5つのゲームを習得。1人で家族みんなで楽しめる簡単スポーツゲームです。誰でも簡単に楽しめるスポーツをゲームにうまく取り込み、新たなユーザーとゲームの体験を提供。ゲームユーザーの思想の広げた面が評価されての受賞となりました。ウィーのある新しい生活。続いての受賞作品です。オオカミ株式会社カプコン。日本の神話や昔話の題材に構築された作品を描いたオオカミの姿をした太陽神アマテラスは失われた美しい大自然を取り戻すための旅に出ます。和紙や筆で表現される温かく美しい表現に心を癒されるネイチャーアドベンチャーゲームです。神話の世界を思わせる独特の楽曲とその世界観、これまでにない新たな描画手法や経験、世界観設定の創新な点が評価されての受賞となりました。優秀賞3作品目です。ガンダム無双株式会社バンザイナムコゲームス。ガンダムの世界観をそのままに武装シリーズの爽快感あふれるバトルシステムを搭載。ボタンを連打するだけでたった1機のガンダムでザ・戦機を撃破。武装シリーズならではの一気同性の爽快感を提唱したガンダム作品です。絶大な人気を誇るガンダムの武装シリーズ、この2つの世界観とゲームシステムを見事に融合した点、さらにはガンダムが武装パワーを得るように多くのユーザーからの支持を得た点が評価されての受賞となりました。優秀賞続いてはゼルダの伝説トワイライトプリンセス任天堂株式会社。ミニリモコンとヌンチャクを使って主人公リンクを操作。リモコンを振れば剣が振れる。ポインターで指し示したところに矢が振れるなどプレイヤーの操作をダイレクトに反映。臨場感あふれる冒険が可能になった新しいゼルダの伝説です。多くの現代感を見事に踏まえ、新ハードをベースに新たなゼルダの世界を定義し、多くの支持を集めた点が評価されての今回の受賞となりました。優秀賞続いての作品です。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー株式会社スクエアエニックス。プレイヤーは360度見渡せる広大なフィールドを自由に駆け巡り、そこに生息するモンスターたちを仲間にしながら冒険します。友達と対戦したり全国人口のランキングなどに参加すると多彩なプレイが楽しめる作品です。 3D で登場する魅力的なモンスターをはじめゲームシステムの変更、ドラゴンクエストの世界観を新たに入れや、子供たちを中心に新たなファンを獲得し支持を集めた点が評価されての受賞となりました。さあ優秀賞続いての作品です。ニュースーパーマリオブラザーズ任天堂株式会社。誰でもできる新しいマリオ、十字ボタンと2つのボタンだけでマリオを自由自在に操作。全部で80の冒険コースに加え、ルイージとの対戦専用コースやタッチペンのみで遊べる対戦対応ミニゲームモードなど簡単操作と分かりやすいルール、でも遊ぶと奥が深い、そんな横スクロールアクションゲームです。多彩な機能や通信機能を生かした対戦プレイで2枚、子供から大人まで幅広いユーザーに支持された点が全国全体で評価されました。日本ゲーム大賞2007優秀賞続いての受賞作品はブルードラゴンマイクロソフト。古代文明が放置された星の舞台、主人公
後の週は毎年届くる最悪からみんなを守るため、心の光が生み出すドラゴンと彼の力を手に入れ、古代文明の復興を目論むときにドラゴンと盾と衆が戦いを挑む冒険感。鳥山ワールドを 3D 映像で見事に表現、やり込み要素満載のシナリオとその場の空気感や奥行きを感じさせるグラフィックなど、 RPG としてのクオリティの高さが評価されての受賞となりました。続いての受賞作品優秀賞です。ポケットモンスターダイヤモンドパール株式会社ポケモン。時や空間を司る伝説のポケモンたちをめぐるストーリーを軸に新たなポケモンが多数登場。現実の時間と連動するゲーム内の時間帯によってポケモンの出現率が変化。またポケモンのドレスアップコンテストに参加できることに加え、世界中の人との対戦交換が可能となった究極のポケモン。シリーズを重ねることに毎回ユーザーの幅を広げ、今や国民的ゲーム。さらには子供たちから多くの支持を集めた点が選考委員会で評価されての受賞となりました。続いての優秀賞受賞作品です。メタルギアソリッドポータブルオプス株式会社コナミデジタルエンターテインメント。全ては死ぬな。現実の無線アクセスポイントを探して固有の兵士を集めるなど、数々の方法で兵士を集めて部隊を編成。さらにはアドホック対戦に加え、インターネット対戦、友達の一人がソフトを持っていれば楽しめるゲームシェアリング対戦など、多彩な対戦を実装した作品です。通信機能を生かした斬新なゲームシステムで既存ユーザーに加え新規ユーザーを獲得、中高生から多くの支持を集めた点が評価されての受賞となりました。優秀賞続いての受賞作品はモンスターハンターポータブルセカンド株式会社カプコン。美しく過酷な自然を舞台に狩猟生活を送るアクションゲーム。本作で初めて姿を現す新モンスターたち、さらには新たな武器も登場。共に狩りへ出かけたり、新たなクエストや特典のダウンロードなど、遊び方は自由自在。無線LANを使用しての協力プレイは中高生の間で一大ブーム。携帯ゲームというプラットフォームで友達とつながる魅力を余すところなく伝えた点が評価されての受賞となりました。優秀賞続いての受賞作品です。龍が如く2株式会社セガ。伝説の極道義龍和子は再び波乱の旅。女刑事との禁断の愛や複雑に絡み合う事件の数々、本物の男たちが送る本物のドラマが盛り込まれた作品です。独自の世界観と独立したストーリーはまさに大人のエンターテインメント。これまでゲームを離れていた多くの大人たちがこの作品をプレイ、さらにはライトユーザーにも支持された点が評価されての受賞となりました。優秀賞13作品の発表も残すところあとわずかとなりました。続いての受賞作品はこちらです。レイトン教授と不思議な街株式会社レベル5。奇妙な建物が立ち並び、個性豊かな住人たちが暮らす不思議な街を舞台に繰り広げられるアドベンチャーゲーム。大富豪の日本人から自殺探しの依頼を受けたレイトン教授とルーク少年が怪事件に挑みます。臨場感あふれるストーリーと高画質アニメーション、謎解きとストーリーで大人から子供までを夢中にした作品です。パズルという謎解きとゲームを見事に融合させ、謎解きアドベンチャーゲームともいえる新ジャンルを開拓。多くのライトユーザーや女性ユーザーに支持された点が評価されての受賞となりました。続いての受賞作品です。ロストプラネットエクストリームコンディション株式会社カプコン。極寒の星を舞台に吹雪や爆風などを圧倒的な臨場感で演出、リアリティあふれる巨大な敵やロボットが出現するアクションシューティングゲーム。世界中のプレイヤーとの対戦が今なお熱く盛り上がっている作品です。最後までを表現した最高峰の映像表現、そして迫力の戦闘シーンや多彩なゲームシステムなど、日本初世界標準ゲームともいえるその技術力の高さが評価されての受賞となりました。以上の13作品が日本ゲーム大賞2007優秀賞に輝きました。受賞者の皆様おめでとうございます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。それではこれ